じゃ、今年行われたですね、神戸大学っていう大学が、あって、そこの入試問題なんですけども、そこの数学の問題ですね、こんな問題が出されてました。この値を求めようということで、実際の入試問題だと、これを解くためにいろんな下準備をして、で、その下準備があってこの問題だったわけですね。ってことは、高校数学で言えば、この定積も解くためにですね、いろいろ下準備をした方がやりやすいよってことなんですけども、今回ですね、そんな誘導は無視してね、いきなりこれをやってみようと思います。大学数学の力を借りてやってみようと思います。その前にですね、ちょっとこういった積分を考えます。非積分関数は同じなんですけども、区間をね、変えたもの、これをですね、考えてみようと思います。もともとの、ね、定積分の区間は0から π でしたけども、今 π から2分の π、この、区間における、このですね、関数の、積分、定積分を、考えてみようと思います。で、どうするかっていうと、t をですね、置き換えます。痴間積分するんですね。t を、2π-s、こうしてみたいと思います。そうすると、まず dt っていうのはマイナス ds。それから、積分区間ですけども、t の時は、π から2分の π、あ、失礼、2π だったわけだけども、s ってなると、これは、t が π の時、s が π。で、t が 2π の時、s は0。こういう、変化になります。そうすると、π から0までの、非積分関数は5たす、4コサインの、これが入るわけですよ。2π-s で、マイナス s ってついてるから、これコサイン s でいいわけですね。コサイン s。で、dt のとこはマイナス ds になるわけです。そうすると、ここにマイナスがあって、π0 っていう順番になってるので、マイナスを出してあげて、区間を逆にしてあげると、なんとですね、元の、積分と全く同じ形が出てくるわけです。同じ形で、この S は何にしてもいいので、もう T にしちゃいましょう。こういうふうに直すことができたわけですね。なので、今から求めたいですね、定積分、これを i って名前つけてあげると、区間をですね、π から 2π にしてあげたものもですね、i ってなるわけですね。これが、ちょっとだけ、準備ということです。で、ここからですね、複素関数の力を使って、この問題をね、やっていこうと思います。で、複素関数の力を使ってどういうふうにやるんですかってことですけども、こんな複素数をですね、定義します。Z イコール E の IT 乗ですね。こういった複素数を考えます。で、この Z を用いてですね、この cosT とか、dt とかっていうのを、書き換えていこうと思います。そうすると、まず dz っていうのは、i かけることの、で、これがそのまま来ますね。これがそのまま来ますけど、これは e の it 乗と書かずに z と書いてもいいわけです。で、dt と。なので、dt っていうのは、iz 分の 1dt、dz なわけですね。それから cosT ですね。cosT。これは、この z をですね、cos、sin 使って掛け合わすと、要するに、実部がコサイン、虚部がサインとなるわけですよね。なので、コサイン t っていうのは z の実部なわけです。z の実部っていうのは、自分とその共約な複素数を、足して2で割ると出てきたわけですね。こんなふうにコサイン t をですね、つまり t の式を z で書き直すことができました。で、今からですね、こんな積分を考えます。非積分関数はですね、tdt を z に全部置き換えたものですね。そうすると、こうなるわけです。で、積分区間なんですけれども、今 c と書きました。c っていうのは、何かっていうのをここに書いておきましょう。複素関数の、積分における積分量、今こういうふうに置きました。こ
これを複素数平面上で置くとどうなるかっていうと、まあ、単位円ってことですね。単位円周上を、通るような複素数の、積分経路を使うということですね。でそうすると何が嬉しいかっていう と、まあ、ここをスタートにしてこう一周するって考えるとですね、Z の絶対値イコール1、この単位円を動くっていうのは T で考えると T で考えると T っていうのは今この単位円周上にある例えばこういった複素数の変革をね T と置いてるわけですけれども、この T が0から2π までいくということなんですね。なので0から 2π までいくってことは、この関数に対して、0から 2π までの区間で積分していることになります。で、さっきやったですね π から 2π までの区間っていうのは実は i と同じだったんですよって結果ありますけど、それはここで一周させたいから最初にその処理をしたわけですね。なんでこの積分をするとですね 2i が出てくるだろうっていう、予想が立つわけです。まあ実際出てくるわけですけどね。ということで C をこういった積分経路にしてですねこの複素関数を積分するとなんと 2i が出てくるということだったんでした。ということで頑張ってですねこの関数を積分しようと思います。はい、ということでやっていきますけども、ここの i 分の1邪魔なんでもう先に前に出しておきましょう。i 分の1はマイナス i ですね。マイナス i で、あとは、まあ、実物だけを見ればいいと。そうすると、2z2 乗で 5z を足してで、あと 2×z バー z ありますけども、 z バー z っていうのは今こういう積分を取ってるわけですから z と z バーの積は1なんですね。なのでこれは2ってなります。で dz と。でこの分母の二次式ですね、因数分解できます。因数分解してあげると、2z たす1と z たす2っていうですね、はい、こんな風に因数分解できるわけです。で、後々の処理で、大事なんですけども、この各因数のですね z の係数は全部1にそれたいと思います。なのでここにね 2z プラス1がいるので前に2を出してあげましょう。そうするとこれ2分の i ってなってですね、2分の i ってなって非積分関数はどうなるかっていうと、こっちについては z たす2分の1ですね。で、まあ、後ろは変わらない。はい、ここまで来たわけです。で今ですね、もう一度、こっちに積分量を書いてみますけども、この複素関数における極っていうのがこの単位円の中に含まれているかどうかっていうのが複素関数では非常に重要でした。今からですね流数定理というのをですね、使ってみようと思います。そうすると、極っていうのはこの分母がね0になるような z っていうふうに考えてもらえれば、まあおおよそはいいわけですけども、そうするとこの関数のですねこの非積分関数の極っていうのはマイナス2分の1か2なわけですよね。極をこの単位円周上に書いてみるとマイナス2分の1はどこにいるかっていうと、まあ、ここにいますよね。で2っていうのはこの単位円の外にいるわけです。でここでですね、まあ、流数定理を使っていこうと思うわけですけれども、流数定理をですね改めて書いていこうと思います。はい、で、じゃあどういうふうに使うかっていうと、そうですねこの非積分関数を fz で、ね、今書こうと思います。これを fz としますね。そうすると、こちらの積分はどうなるかっていうと、まず2分の i はまあいいとして、かけることの2倍 i で、シグマの、これがまあ流数を表す言葉ですけども、zi の、これをですね、今、zi っていう極に対するこの関数の流数だというふうな表現を今しています。流数定理っていうのはそういった、流数がですね、この積分区間に入っているのではそういった流数を全て上げてそれを合計してそれに 2πi をかけるとこの積分が完成すると、そういうものでした。じゃあ流数ってこの場合どうやって求めるんですかっていう話をします。まあ、厳密ではですね、この分母を因数分解した時の各因数がですね、それぞれ何乗されているかっていうの
に寄ってくるわけですけども、まあ、今回ちょっとその説明を省くとして、今ですね、考えている関数は各因数がこうそれぞれ1回ずつかけられてますよ。1回ずつかけられているのであればこういうふうに考えることができるわけです。そうすると今考えたいのは特に、この区間のですね内側に入っているものなのでこのマイナス2分の1側だけ考えます。そうするとこの記号を使って書くとこうなります。というのは、マイナス2分の1を代入すると0になる項っていうのはこれですね。これをですね、かけます。fz にかけます。そしてですね、z がマイナス2分の1の極限を取ってあげるわけです。実際にこの中身を具体的に書いてみましょう。そうすると、まあ、実際にこう極限の形で書いてますけど、まあ、この関数で言えば、まあ、ただ代入するだけでまあよかったわけですね。ということで、これ代入すると3分の2というふうになるかと思います。ということでですね、この関数は結局、i マイナスがあるので、これで1ですね。で、2が約分できるから、π かける3分の2ということで、3分の 2π だったわけですね。はい、流数定理の力を使うと、いわゆる積分、非積分関数から原子関数を求めるみたいな、そういう計算は一切なくですね、これだけで済んだわけですね。で、結局3分の 2π っていうのが今 2i だったわけですね。なので、今回の i っていうのは3分の π だったということになるわけです。まあ、もう一回話をまとめるとですね、こいつを複素関数の積分、こういったですね、c っていう、ちょっと消えちゃいましたけど、この単位円周上ですね、複素が、積分経路として移動する、そういった積分路を考えてあげて、その積分に直してあげるわけですけど、この積分路っていうのを実数の話で言い換えると、変革が0から 2π まで動くっていう話に持ち込めるわけですね。それを使って実数の積分に、実数関数のですね、積分に持ち込んでいこうやるという考え方でした。はい、以上となります。ありがとうございました。